本日の動画はコラボ企画、ボナールチャンネルさんとうどんとみかんさんとコラボしました。そしてドッキリ企画、ターゲットはボナールマサくん。内容はキャッチボールで全球スライダーを投げていたら気づくのかどうかというドッキリ企画のような検証のような感じになっております。そして彼らに鬼スライダーを伝授した動画も後半の動画で載せてありますので、そちらもご覧ください。最後まで見てね。はい、どうも、翔平 TV です。で、こちらがこんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ボナーボナー。はい、そしてうどんとみかんです。ごめんなさい。はい、というわけで、はい、本日コラボ動画ということで、はい、お願いします。まずキャッチボールをしたいんですけど、はい、ね、ほらキャッチャーミット持ってらっしゃるんで、まさくんと僕は個人的にキャッチボールしたいんですけど、はい、後でピッチングでスライダーを受けてほしいんですけど、まずキャッチボールを軽くちょっとお願いしていいですか。了解です。はい、いいですか。でちょっとお二人でキャッチボールしましょう。はい、という感じで。なんでやねんやってくれ、その運役部やろ。はい、あ、当たってくれ。なんか悪いですか、実は。なんか悪いですか。いいはずよ。いいはず。俺はね、当然そう思ってます。いいはずです。あんまあんまそう思ってない。ギャグです。そうです。はい、というわけでキャッチボールいきます。はい、というわけで先ほど言いましたドッキリ企画やってきます。それではやっていこう。でかいっすね。でかいっすか。いや、でかいな。めっちゃでかい。こっちの方がいいっすよ、ね、そうですね、なんか気持ち的に。あんま速くない。カーブ回転。そうなんですね。マックスは逆に。別にカーブ回転が悪いわけじゃないっすけど。これは。あ、これ。あ、これ喋んないから。喋っていいっすよ。はい。全部抜けてるんですけど、もともと流れコースになってたんですか。コースね、何もかけないで、なんか曲がっちゃうんで。
意図的には投げてないところです。投げてないです。あ、これはちょっと打ててないよ。ストレートです今日調子悪いな。結構じゃあめっちゃ角度がってる。だいぶなくなるな。ラジオの世代ヘビーかもしれないですね。はい、いやまっすぐ。てってれドッキリでしたイエーイ何てってる何てってるですか、はい、何のドッキリですか、はい、ドッキリですよえ、なんか上がりましたえキャッチボールで全球スライダーを投げてまさきは気づくのかどうかというスライダーでした初見殺しすぎるこんなドッキリやねん分かんない分かんないいや曲がっていましたよ、はい、多少ね、はいはい、でもナチュラルでめっちゃこの人曲がんなって思ったそっちで思うよいやそうだから俺スリークォーターの人を、はいはい、あんまキャッチボールしたことないからえスリークォーターの人ってナチュラルでこんな曲がんのって思っちゃう失敗されました、ね、なるほどね大丈夫ですか元々スライダーのイメージだったけどいやストレートっておっしゃってたからあもうスリークォーターって曲がっちゃうそっちに行っちゃうわドッキリ引っかかりましたね。なるほどね。あれはスライダーだった。あれは全部スライダーです。ああ一番最後と か, かあのガチなやつになりました。ですよね。最後こう投げました。ナチュラル。あんなナチュラルないです。そうなんや。そういうことだ。そういう感じでした。優しいドッキリよかった。はい、俺らのチャンネルやんないガチ切れドッキリ。来ないでよかった。はい、今回はこのドッキリを仕掛けたんですけど、別の動画も続くので、はい、そちらの方視聴よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございます。その後、スライダーやツーシームを披露しました。少しご覧ください。わあ、すごい。ここでボナールのお二人とみかんくんに鬼空を伝授しました。その模様は彼らの動画にてアップされていますのでそちらをご覧ください。彼らは鬼スライダーを習得したのかどうでしょうかね。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。やった！ゴールデンウィークイベント告知、みんなで野球しよう！5月4日土曜日、
入間市中央公園にて行います。ぜひとも参加してください。さあ行くぞ。ドラえもん頑張って。頑張れ、ね、なっちゃん